ベタベタするの嫌いなんだよな。ベタベタするの嫌いなの？ベタベタするの嫌いなんだよね。ベタベタしない水のジェル、ルシードジェルウォーター。ベタつかないのにハードに決まる。なんだ。春夏秋冬、一つ一つに思い出を。東武ワールドスクエア。抜け毛の原因は毛根の油でした。アポジカは油を取るから効き目が深い。強い髪を生む NF アポジカ、無香料で新発売。第一製薬です。大切な住まいを守るために、ダイワハウスの鉄骨軸組パネル併用構造、プレハブとともに40年、ダイワハウス。おいしいうどんが食べたい。本つゆでいかがでしょうか。だしを極めた天然だし。天然だしで食べたい。キッコーマン本つゆ。おでんにも。原辰徳現役最後の試合、これはこの後行われます引退セレモニーでファン代表として原選手に花束を渡します。スマップの中居正広さんです。あの忙しいスケジュールをこなしている中居さんなんですが、自ら原選手を見るために仕事をしている、熱狂的な原ファンだと話しています。どんなに忙しい時、どんなに睡眠不足でも夜のスポーツニュース、原選手の活躍を確認してから眠りにつきそうです。その中居さんも今のホームラン見ることができました。5万5000の観衆が、そしてお茶の間の全国の野球ファン、原ファンが今ホームランを経験することができました。試合は3対1になっています。その差は2点。8回9回残り2イニングです。今日この試合、ここまで原のところに飛んだ打球はわずかに1つ。原選手は長い35年にも及ぶ野球人生の中で、高校2年の夏、一度だけ野球をやめる決意をしたことがあったそうです。とにかくもうやめた、固く決心して眠りについた原少年でしたが、翌朝起きてパジャマから着替えた時、無意識のうちに野球のユニフォームを着ていたそうです。その時一瞬のうちに、僕の体には野球が染みついているんだなぁと悟り、またすぐさま野球に戻ったそうです。長い人生の中で野球をやめたいと思ったのはこの時1回だけだと話しています。掛布さん、はい、この原選手に伺いますと、練習が苦しいとかきついとか思ったことはあんまりないそうなんですね。もう野球やってる人はみんなそうだと思いますけど、はい、結局ね、僕野球はね大好きなんですよ。かなり苦しい練習も江川さん、野球だからこそ我慢できるんですと、そう原さんは話しているんですが、そういえばあんまりこうきついきついって話は聞いたことないですね。まあ、非常に性格が几帳面で真面目ですからね、はい、だからきっちりきっちりこなしたっていう感じしますんでね。おー、木田の投球にも気迫が出てきました。ご覧の今日のカープのオーダー、3対1、カープ2点リード。ジャイアンツ3安打のうち2本のヒットを4番サード原辰徳が放っています。原のプロ1年目は56年でした。開幕初戦6番セカンドで堂々のスタメン。
4打数1安打1三振、自己採点は100点だと話しています。初ホームランは開幕2戦目8打席目、ご覧いただきましたように中日の小松からライトにホームラン、2ストライクノーボールと追い込まれた後の3球目でした。追い込まれていたので8分の力、手応え十分という打球だったそうです。その日の新聞にはあのマラソンの瀬古利彦さんのボストンマラソン初優勝と彗星のごとく現れました水泳の長崎浩子さんの記事が同時に掲載されていました。サードの原がキャンバスからやや下がって守っています。原辰徳、プロに入って15年、今その最後の試合を迎えようとしています。打点を1回、最多勝利打点2回、そして最優秀選手に1回輝いています。打ち上げてセンターへ、巨人広島の27回戦、原辰徳現役最後の試合は8回の表を終わっています。サッカーとマラソンを同時に見られるはずがない。答えはダブルウィンドウ。どうしてそんな情報を知ってるの。答えはダブルウィンドウ。これからワイドを選ぶなら東芝ダブルウィンドウ。こんな時なんですね。でも今はもうスモーキングリーン JT です。毎月毎月懸賞金が当たる新しいジョーカードクレジット誕生、三菱石油。ありがとうございました。大事な服なんか防虫剤をいっぱい入れたんやけど匂いがつくのが嫌ですわな。ピレパラアースやったらいっぱい入れて匂いが全然つかへん。こらよろしで。ピレパラアース新発売。再びお披露目、二段で広め。世間は狭いがレンジは広め。さらに広めの二段調理、ナショナルお披露目エレックさん。世間は狭いがレンジは広め。今プレゼント。入団6年目、自己最多のシーズン36号を打った直後のことだった。打ったファウル。広島津田の速球が原の手首を打ち砕く。左手有効骨骨折、力と力のぶつかり合いで起こった悲劇。順風満帆に生きる原にとって初めての挫折であった。選手生命の危機、失意の原を陰で支えたのがそのシーズンオフ、純愛を貫いて結婚した明子夫人であった。翌年、復活の大舞台が開幕早々にやってきた。代打原です。ノーアウト、フルベース、カウントが 2-3。 カムバックを見事に飾る代打逆転満塁ホームラン。しかしその華やかさの一方で、原のプロ野球人生は怪我との戦いに変わっていくのである。プロ入り9年目の夏、左足ふくらはぎの肉離れで戦列を離脱。そして1ヶ月後、復帰した原の目の前で信じられないことが起こった。2者連続の敬遠策だ。満塁策を取りました広島。もう一人もホームに返すことはできません広島。打った、胸いっぱいですね。
一塁側ライトスタンドのこの大観衆に一言お願いします。どうもありがとうございました。原辰徳の不動の歴史を少し振り返ってみました。今代打元木が打ってセンターフライです。掛布さん、はい、原選手にはいくつもの栄光の歴史がありますが、はい、それと同じように不動の歴史もあるんですね。やっぱりそれとあの下半身の怪我っていうのがやはり致命傷なんでしょうね、はい。広島のブルペンは40歳原との対決何度もくぐり抜けてまいりました大野。そういえば原が初めて打った満塁ホームランは大野投手からでした。昨日三村監督が原選手の引退のその最後の試合花を添えるためにもぜひ大野と原の対決を実現します、そう話していました。果たしてその大野対原戦いの舞台はこの8回かあるいは最終9回にやってくるんでしょうか。なおこの後一部の地域を除いて6時半からの独占スポーツ情報の中でも原辰徳選手をスタジオにお招きしましてお話を伺うことになっています。広島はマウンド上井上に変わっています。ファーストに町田が入りました。どうやら江川さん大野対原の対決の舞台は9回、原選手の最終打席ということになりそうですね。そうですね、見られそうですね、はい。大野選手は話しています。何回も打たれた記憶があります。打たれた後はカッカするんですが、だいたい原選手は次の日練習中にちょこっとやってきまして帽子を取ってありがとうございました他の選手がそれをやると本当に腹に立つそういう状況なんですが、なぜか原君だけは憎めないんだよね、大野選手が話しています。あのバッターとしてですね、相手のピッチャーに嫌われたのは非常に不利なんですよね。ほう、そういう意味では非常にその相手の野球というものを非常に原選手というものは大切にしたんじゃないですか、はい、自分の野球を大切とするのと同じぐらいにですね、過去ホームランを打ってきたピッチャーのランキングです。先輩のあのセリーグを代表する遠藤、そして北別府、角、尾花、大野、小松、やはりたくさんのホームランを打ってきたのはいずれもそのチームのエースとして何年か投げたピッチャーですね、江川さん。そうですね、まあ、出てるピッチャーが全てそうですよね、はい、やはり相手のエースから多くのホームランを打ってこそ掛布さん4番ですからね。そうですね、センターへ。原の最終打席は9回にその舞台を待っています。お知らせに続きまして原選手の思い出を振り返る We Do Remember 涙の復活パート2をご覧いただきます。あんたにやるだと言っただろ。お前に任せるって言ったじゃないですか。全部は任せない。ごめんなさい、エリアと国係長。もうとことかコーヒーはやめられない。超新登場。じゃあどうするんですか。勝手にしろ。一度しかやんないよ。はい、頭から出ます。逆さにします。あらやだ、そのまま入っちゃう。入っちゃった。誰も仕掛けのケースにある。新しい PS アクシア。お腹すいたね。つかるめし、うん、見たってつかるめし、見たってつかるめし。毎日栄養お米に新元。そしてあらあら、炊きたてカルシウム出たのね。奥さん素敵。二人で鍋を囲むと優しくなれる。お年寄りやお子様に火を使わないナショナル焼肉プレート付き IH 鍋ナショナル。新米入荷でさらに美味しくなったファミリーマートのお弁当。新米うまい、てんてこまい、みんな新米、こりゃうまい。やっぱり新米。あなたとコンビニ、ファミリーマート。全人類の運命はこの二人が握っている。 Release of nuclear weapons. This is not a drill. We cannot launch our missiles unless both you and I agree. Gene Hackman, Denzel Washington, Crimson Tide.
年の春の悪夢、意欲を燃やす腹に選手生命最大の危機が襲った。左アキレス腱の部分断裂、開幕は絶望。ジャイアンツ球場で35歳のベテランの孤独なトレーニングが続いた。そして開幕から2ヶ月、誰もが待ち焦がれた主砲の復活。変化球引っ張った、いい当たりだ、どうか、伸びる、どうだ、入りました、入りました、入りました。から完全復活の証、自らの復活をそのバットで証明しました。9月20日、この日の復活にだけ怪我は関係なかった。さあどうだ、行ったか、やった、ホームラン、大声援に応えた原、見事一発。大歓声、東京ドームです。本当にたまに出ても、まあ、これだけのお客さんがね、声援を送ってくれて、もうその気持ち、もうその期待にとにかくね、まあ、感謝を込めて打ちたいと、それだけです。僕らの旅は一日中超ハード、ウーノ、資生堂ウーノスーパーハードムース。え、シチュー？チーズ？でもシチューでしょ。チーズ、ナチュラルチーズで初めての美味しさ、 SB チーズ風味のクリームシチュー新登場。シチューにしよう、 SB にしよう。よっしゃ、まだ春カベくんとベルニュース、いいな、イナックス。プッチンプリンがビッグプッチンプリンに、ビッグプッチンプリンがビッグプッチンプリン、プッチンプリンがビッグプッチンプリン、ビッグプッチンプリン、プッチンプリン、プッチンプリン。どれはさておき、ビッグプッチンプリン。グリコ、 Same hieroglyphics. What do they say? We are watching you. Ah, watch out!ジュラシックパークのマイケル・クライトン原作。 The myth is true. Congo. ゴルフでは18ホール回るとおよそ7キロも歩いていることになる。持久力のいるスポーツをする人たちへ、意味あるスポーツドリンク、エネルゲン。9回の表のカープはワンアウトランナー1塁、今瀬戸が送ってツーアウト2塁になりました。先ほど涙の復活をご覧いただいている間に、原選手の素晴らしいファインプレーが出ました。浅いの打球です。デフさん、ドンピシャのタイミングですね。はい、これぞホットコーナーを守る人間の持つ醍醐味。本当に江川さん、今日でやめてしまうのかなという思いがだん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 大きくなる、そんな試合ですね。そうですね、本当になんかまだできるぞというふうに言いたくなるような、はい、今日の動きですよね。まあ、江川さんの時もそうだったんですが、9回の表ツーアウトランナー2塁、マウンド上に西山が上がっています。バッターボックスに町田が入っています。まもなく現役生活を終えようという、試合は大詰め9回。
果たして今頭の中にどんな思いが駆け巡っているんでしょうか。あるいは9回の裏最後の打席のことに思いは及んでいるんでしょうか。マウンド上の西山は原辰徳に関してあの外角の球を思い切って引っ張って打つホームラン、あれはいつもテレビで見ていました、そう話しています。そしてあの神宮で3年前同点ホームランを打った時、高々と投げ上げたバットは一体どこまで飛んでいったのかな、かっこいいな、そう思ったそうです。ツーアウト一塁二塁になりました。原選手がグローブを持って三塁のこのホットコーナーに立つのはこれが最後になります。最後まで丁寧にアンツーカーを鳴らします。バッターボックス1番に帰って尾形、三村監督、原辰徳選手現役最後の試合、もちろんこちらもそれなりに準備はします、そう話していました。試合展開に関係なく最高のピッチャーを原選手にはぶつけます。ブルペンでは大野投手がゆっくりとウォーミングアップを先ほど行っていました。9回の裏大野原、あの対決が再び見ることができるんでしょうか。リードを許している場面の登板ですが、もちろん原選手最後の試合、十分にいつも以上に気合が入っています西山。今グローブを外してバットを持って最後の打席に向かいます。また前半戦の時と同じように表情がやや硬くなりました。松井、原、落合というジャイアンツ95年最後の試合のクリーンナップが登場します。さてここでお知らせです。阪神大震災の復興への手助けとしてジャイアンツが始めました阪神大震災チャリティーテレフォンカード、長嶋監督が選ぶ9月のベストゲーム3試合が決まりました。3日の松井が延長10回サヨナラヒットを打った広島戦、頭の上を越えたサヨナラヒット、ジャイアンツ2試合連続サヨナラ勝ち。そして19日、出口がプロ初打席、初ホームランを打った中日戦。そして20日です。涙の380号ホームランを打った中日戦。以上の3試合です。毎月発行するこのチャイティーテレフォンカード、ご希望の方は完成はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、郵便番号 169-91、新宿北郵便局書箱2115号、ジャイアンツチャリティーテレフォンカード9月分係まで。締め切りは16日月曜日の決心有効です。お申し込みいただきますとテレフォンカード3枚とセットと振込用紙が送られてきます。テレフォンカードが付き次第その代金と送料合わせて3430円を振り込んでください。
今回が今年最後となります。3枚のテレフォンカード、3枚目は原が涙の380号を打った先月20日の中日戦です。竹内さんは現役最後のバッターボックス、結果はどうだったんですか？フォアボールでした。そこに向かうまでの気持ちという、もうその段階では自分の気持ちの中でけじめができていましたので、はい、意外に変なこう高ぶりとかですね、そういうのなく普通に入っていきましたですね。ですから結果を抜くよりもフォアボールに対してもどうのこうのという気持ちにはならなかったです。あ、そうですか。これで終わったんだなという、江川さんは全ての日程が終了した後に現役を退くということを発表されました。気持ちの中でこれが最後の登板というのがあったと思うんですが、センターへ、さあ三村監督が出ます。オレンジのメガホン、8番の小畑が揺れます東京ドーム。カープの選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー井上に代わりまして大野、4番ピッチャー大野、背番号24。広島のエースとして、あるいは守護神として長く活躍してまいりました大野。原と大野の対戦は過去140打数の41安打8本のホームランをこの大野から打っています。打率に直しますと2割9分3厘です。名越さん、はい、大野投手もね、原選手についてはヒットよりホームランという印象だったと、うん、それから新人の年にはね、はい、周囲からも原には絶対に打たれるなと言われてね、シャニムに三振を取りに行ったことを今でも覚えてる。そうですか。それからね、はい、あくまで個人的な見方なんだけれども、今年ももっとゲームに出てれば結果は違ったような気がするな、本当に寂しいことです、そう言ってます。過去140打数の中で20の三振を奪ってきました。しかし41本のヒットと8本のホームランがこの背番号8原が打っています。で、江川さん、最終登板これが自分の中で最後になるだろうという思いがあったと思うんですが、はい、私は日本シリーズがあったもんですから、日本シリーズの3戦目だったですかね、はい、でそう思って朝出てきましたけどね。15年のプロ野球現役生活を今終えようとしています。原の人生の全てを託したバット、グローブ、そしてボールに35年にも及ぶ笑顔と汗と、そして涙を刻んで今静かに別れを告げようとしています。ものすごいフラッシュがたかれています。球場全体がこの対決を見入っています。長嶋茂雄さんは最後の打席ワンストライクノーボールからショートゴロ併殺打でした。王貞治さんはワンボールの後の2球目を打ってセカンドフライに倒れています。原、現役最後のバッターボックスです。打ち上げた、レフト原、今15年のプロ野球人生、そして35年にも及ぶ野球人生に別れを告げます。最後の打席はレフトフライでした。
そして大野はこの原のためだけにマウンドに上がり、今マウンドを去ります。全部まっすぐでしたね。さすがです。いい戦いでしたね、そして江川さん、表情を見ていますと大野投手も何かこう感無量という、そんな感じですね。もちろんこれ高知戦なんですけども、はい、やはりその自分の全てを出し切った2人のこうなんていうんですかね、長年にわたってやってきた最後の勝負という感じが非常に良かったですね。そして今実は広島と巨人は2位を争って熾烈に戦っています。しかしその勝負に関係なく、この素晴らしい戦いの舞台を演出した三村監督、影さん、これファインプレーショーですね。そうですね。実は大野投手は一昨日の試合で投げたばかりなんです。しかし原さんの最後の試合ですから、一人行けと言われれば行きますよということを昨日静かに語っていました。今原辰徳の現役が終わりを告げました。マウンド上には今日4人目の笹岡上がっています。試合の方は3対1。この後原選手の現役引退のセレモニーが待っています。東京ドーム、何か大きな山が越えたような静けさがこの東京ドームを包んでいます。試合は3対1、原のホームランの1点。しかし思えば竹内さん、はい、紀藤、井上、大野、そしてこの笹岡のリレーの前にジャイアンツはわずか3安打、うん、落合のあの詰まったヒット、会心の当たりというのは原のレフト前とホームランだけですからね。同じく今季限りで退団を決意しました須藤ヘッドコーチが、まさに原の労をねぎらうという形で寮の方に手をやっていました。この試合はおそらく来年以降ジャイアンツの4番を打つであろう落合、そして打ってまいりました原、2本ずつのヒットを打ったということになります。落合に原の思い出を試合前に聞きました。試合前の短い時間で原選手の思い出を語るのは無理だよ、2時間の番組を作るというのであれば2時間話すことはある、わずかな時間で原選手の全てを語ることはできません、そう静かに落合博満は語っていました。さあしかし一発出れば同点で延長戦ということになりますと、また試合が続くということにはなります。静かに気持ちを沈めようという原辰徳、そしてその前を行きます長嶋茂雄監督。66試合は川上哲治、長嶋茂雄、王貞治に次いで最も多くの4番を打ってきました。さあ一塁へ、試合終了。今原
原辰徳の野球人生に、現役の野球人生に幕が引かれました。原、最後の現役最後の試合はレフト前ヒット、セカンドフライ、左中間、最後の通算382号の素晴らしいホームラン、そして最終打席はレフトフライということになりました。3-1、敗れはしましたが、武井さん、はい、悔いのない最後の試合だったと思います。ですね、いい野球を見せていただいたというか、原君に感謝したいですね。江川さん、文字通りいいやめ方をしていたい、そう語っていた原自身のバットでいいやめ方をできることができましたね。そうですね、素晴らしい最後の試合だったと思いますね。一つ息を大きく吐き出しました。この後引退セレモニーが待っています。原辰徳、表情がまたこわばってまいりました。やや緊張した面持ちになっています。東京読売巨人軍原辰徳選手の引退セレモニーを行います。お知らせの後、原選手の引退セレモニーをじっくりとご覧いただきます。